鶴岡深夜は、鹿児島県肝付郡高山町出身の元プロ野球選手、宇藤右内。肝付町立鉱山小学校時代は、鉱山ソフトボールスポーツ少年団に所属していて、投手だった。高山中学では、ボーイズリーグ、カノヤベイスターズで、公式野球を始め、投手を希望していたが監督により、保守へと転向させられた。保守として、 全国大会で準優勝を経験。湘南高校では、保守として、甲子園に二度出場。同級生に、上野博文、一年下に、青野武史がいる。二年の時の1998年は、第70回選抜高等学校野球大会に、出場したが一回戦で、PL 学園に敗れた。夏は、鹿児島大会準決勝で、 鹿児島実業高等学校の杉内俊市谷一、失点で関東され敗退。3年の時の1999年は首相を務め、夏の鹿児島大会では、枕崎高校との準決勝では逆転打を含む2本の3塁打で活躍し、鹿児島実業との決勝戦ではエースを1失点、関東勝利に導き決勝進出。 第81回全国高等学校野球選手権大会では秋田高校との1回戦で甲子園初本塁打を記録準決勝の気流第1戦で後に日本ハムでチームメイトとなる翔太樹と対戦し敗れた全日本選抜チームとして出場した高校日米親善大会では翔太とバッテリーを組んだ 社会人野球の三菱重工横浜へ進み3番打者を任され、後に日本ハムでチームメイトとなる石井優也とバッテリーを組んでいた。2001年に日本ハムの入団テストを受けたが不合格となった。2002年に再び日本ハムの入団テストを受けて合格し、11月20日、2002年度プロ野球ドラフト会議にて、 日本ハムファイターズから8巡目指名を受けて入団。同クラブでは1993年、石井隆史以来のプロ野球選手となった。なお、同年には、日本ハム以外に、福岡大英ホークスの入団テストも受けていた。2003年、1年目は、イースタンリーグで45試合に出場し打率、231、日本塁打だった。2004年、 5月23日のイースタンリーグ対湘南シーレックス戦の2回第一打席で若田部健一から右腕に支球を受け、右上腕尺骨を骨折。約2ヶ月間欠場したこともあり、2軍で25試合の出場にとどまった。2005年サンマリンスタジアム宮崎で行われたフレッシュオールスターゲームのメンバーに選ばれ、8番ホッとして先発出場。 長峰商二から先制本塁打を打ち、同試合の最優秀選手賞を受賞した。9月3日に一軍へ昇格、9月7日の対西部戦で代打として、プロ初出場を果たし、松坂大輔にライトフライに打ち取られた。9月25日の対オリックスバファローズ戦では9番捕手として、初のスタメン出場、フル出場を果たし、 第2打席で、ジョッシュ・スチュワートから敵地打を打って、プロ初安打、初打点を記録、さらにプロ初盗塁も記録した。2006年、献身的なプレーを評価されプロ入り後初めて開幕を一軍で迎える。正捕手だった高橋真嗣の故障と不信から、高橋と併用でスタメン起用されることが増える。5月13日に札幌ドームで行われた。 対横浜ベイスターズ戦で初本塁打を記録し、これが決勝打となった。5月18日の対阪神タイガース戦では、逆転的時打を含む3安打でプロ初の猛打賞を記録した。最終的に、レギュラーシーズンは67試合に先発出場した。プレーオフでは、全2試合にフル出場を果たし、完封勝利を含む2試合18イニング1失点の、 リードで25年ぶりのチームのリーグ優勝に貢献。日本シリーズは4試合に出場し無安打に終わったが、チームは日本一。アジアシリーズでは11月12日のラニューベアーズとの決勝戦で決勝打となる先制的自打を打ち、アジア制覇に貢献した。2007年、開幕を一軍で迎えたが、聖保守は高橋となり、大半が控えでの出場となった。 スタメンマスクのほぼ半分がダルビッシュ優とのコンビで安定したリードを披露し専用保守となっていた43試合に先発出場し打撃では打率203と前年から大幅に成績を落としたクライマックスシリーズ第2ステージではダルビッシュが先発した2試合で先発出場した10月18日の第5戦では ダメ押しの敵地打で、ナルセ・ヨシヒサをノックアウトし、日本シリーズ進出に貢献。日本シリーズは4試合出場したが、無安打に終わり、チームも日本一を逃した。オフの12月に、視力矯正手術を行った。12月25日に、一般女性と入籍。2008年、3月2日の対、千葉ロッテマリーンズ戦でプロ入り後初めて開幕マスクを、ぶり、 守ってはダルビッシュを、寒風勝利へ導き、打っては2安打で決勝点の奏者として生還した。高橋真嗣小山勝良氏に時折、スタメンマスクを譲りながらも春から、聖保守として、出場を続けた。しかし、鶴岡の打率が1割台となった7月中旬頃から、高橋の起用が、大幅に増えて、シーズン終盤まで2人の併用となった。 自己最多の97試合に出場し、ダルビッシュ、ブライアン・スウィーニー、多田や数人の先発時にスタメン起用されることが多かった。クライマックスシリーズでは10月19日第3戦で西部先発、ホアシ・カズユキとの相性から人生初の2番打者として起用され、3回の4得点につながるアンダ、8回の追加点につながるギダなど勝利に貢献した。 これは、プロ野球のポストシーズンで初となる保守の2番起用となった。2009年、2年連続開幕マスクとなった。高橋が一塁手にコンバートされ、平洋相手は、新人の大野翔太となった。8月19日に、チーム単位の集団インフルエンザ感染による発熱で、その大野と共に離脱し、この間は、高橋や40歳の中島が、 スタメンマスクをかぶった。10月6日の対西部戦では2回に先制の敵地2塁打を打ち、リーグ優勝に貢献した。最終的に、レギュラーシーズンでは、自己最多となる122試合に出場、83試合に先発出場し、抑え投手、武田久志が登板するときには、自身も抑え捕手として出場した。クライマックスシリーズ第2ステージは、 全4試合に出場して3試合で先発出場。日本シリーズでは全6試合に出場し5試合で先発マスクをかぶった。シーズン守備率は島本博と6試さの2位で、こいつも2と少なかったことから三井ゴールデングラブ賞を初受賞した。球団としては1993年の田村、藤尾以来の保守での受賞となった。2010年。 開幕から26打席無安打と打撃不振に陥り、5月まで打率は1割台だったが、6月7日の対横浜戦では、プロ初の1試合4安打、同じく初の2試合連続本塁打を記録するなど、調子を上げ、6月は月間62打数18安打の打率、293本塁打、11打点を残した。 8月17日の対千葉ロッテ戦の2点リードに、C12 類守備の場面では、井口忠人の右翼への打球方向を見て立っていた。ところ、1類から本類を狙った、今江俊明の体当たりのようなスライディングにより、転倒させられて激行し、あわや乱闘の騒ぎとなった。最終的に83試合で先発マスクを被り、大野の対等を許した。オフに、 立山義則がテキサスレンジャーズへ移籍する際、同投手より配球の色派を教わったことから他の人がつけるなら自分と立山がつけていた背番号22への変更を決めた。2011年2月23日の春季キャンプの守備、練習中にぎっくり腰を発症した影響で開幕を2軍で迎える。3月31日のイースタンリーグ対。 千葉ロッテ戦で未見左に自打球を当てて単価で運ばれ、埼玉県内の病院で検査の結果、顔面の陥没骨折と診断され、4月6日に東京都内の病院で修復手術を受けた。5月23日に一軍へ合流し、66試合でスタメンマスクをかぶった。クライマックスシリーズファーストステージは10月29日。 第一戦の延長11回同点の場面から守備で出場したが3失点を喫して敗戦した。オフの12月4日に2012年度の選手会長に就任することを発表した。2012年、開幕マスクで勝利したが大野と併用起用され、7月上旬の大野の抹消をきっかけに正捕手となった。鶴岡の誕生日である4月11日に、 北九州市民球場で行われた対ソフトバンク戦では先制打を打ち、ヤギを3年ぶりの完封勝利に導いた。6月25日に保守部門のファン投票1位でオールスター選出され、全3試合に出場した。最終的に、レギュラーシーズンは94試合でスタメンマスクをかぶり、途中交代を含めると116試合に出場。 同年の MVP を受賞した、吉川光雄とのコンビで最優秀バッテリー賞を、初受賞。日本ハムでは1993年、金石昭人、と田村藤夫以来の受賞だった。打撃では打率、266と、自己最高の成績を残し、パリーグ制覇に貢献した。クライマックスシリーズファイナルステージは、全3試合に出場して無案だ、無安打。 日本シリーズは4試合に出場した。オフの11月19日に、星部門で、ベストナインを初受賞した。11月25日に2013年度も、選手会長を留任することが決まった。2013年、開幕マスクで勝利したが、同年も、王のと平洋企業となった。6月1日の対中日戦で打った2年ぶりの、本類だが、新人。 大谷翔平の初勝利を援護する逆転団となった。7月1日に監督推薦でオールスターへ選出され2試合に出場した。8月10日の対千葉ロッテ戦では11回同点1試三塁の場面で代打起用され藤岡隆博からプロ11年目にして初のサヨナラ的自打を打った。8月23日の対オリックス戦では初めて指名打者で 先発出場して2打点を挙げた。最終的に76試合に先発出場して、盗塁阻止率は、リーグワーストの、188だったものの打撃では、規定未到達ながら、自己最高の打率、295で終えた。2013年11月14日に、FA 宣言を行い、11月30日に福岡ソフトバンクホークスへ移籍することを表明した。 12月7日に、同じく FA で中日ドラゴンズから移籍してきた、中田健一と共に入団会見を行い、背番号は8に決まった。年俸は同年と同額の7600万円からの、変動制で4年最大総額5億円プラス出来高払いの、複数年契約を結んだ。ソフトバンク時代2014年1月に、第3子が誕生したこともあり、 家族を札幌に置いての単身赴任となった。細川徹が左肩痛で出遅れ、鶴岡はオープン戦で打率。417と打撃好調だったため開幕後しばらくは併用されたが、細川の副長と自身の深刻な打撃不振が重なり、中盤戦からは控えに回る。7月4日の対楽天戦では、細川の負傷交代で4回守備からマスクをかぶり、 9回に、福山博之から、さよならに塁打を打って遺跡後発のお立ち台に立った。最終的に、レギュラーシーズンは49試合で先発マスクをかぶり、打撃はシーズン通じて上向かず、打率を前年から大幅に下げた。自主トレーでスローイングを重点に行った結果、投塁阻止率は、リーグ2位の390だった。古巣。 日本ハムとの試合では4月23日の試合で5、被弾を喫するなど相性は悪かった。日本ハムとのクライマックスシリーズファイナルステージは3試合に途中出場。クライマックスシリーズ後に扁桃炎を発症したこともあり日本シリーズは全試合にベンチ入りしたが出場はなかった。2015年。 細川の骨折、高谷弘明のインフルエンザで遅れにより移籍後2年連続の開幕マスクとなった。4月11日の対日本ハム戦では、自身の誕生日に、故郷、鹿児島県立鴨池野球場でプロ初出場、初安打を記録した。同年は、自身の怪我や高谷の活躍などがあったため、一軍定着後最小となる56試合の出場に、止まった。 2016年、同年より、背番号を33へ変更。細川が、正保守争いから脱落し、この年は、高谷と併用されて出場。8月9日のオリックス戦で、通算1 0試合出場を達成した。レギュラーシーズンでは103試合に出場したが、クライマックスシリーズでの出場はなかった。2017年、細川が楽天へ移籍したが、 開拓やら若手保守が抜擢されて、春季キャンプを B 組でスタート。レギュラーシーズンでは、開幕から一軍に入ったものの、斐高谷に次ぐ3番手保守という扱いで、一軍公式戦への出場が29試合にとどまった。横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、11月1日の第4戦で、浜口春大から2塁打を打って、 ノーヒットノーラン達成を阻止した。レギュラーシーズン中の8月22日に、海外 FA 権を再度取得したことから、スタメンでの出場機会を求めて、打球団への移籍を決意。チームの日本シリーズ制覇2日後の11月7日に、FA 権行使を申請するとともに、ソフトバンクを退団する意向を表明した。2017年12月18日に、 フルス日本ハムへの復帰が発表された。背番号は22。FA で移籍した選手が、移籍前の球団に FA で復帰するのは鶴岡が NPB 史上初である。2019年から一軍バッテリー高知県保守に就任し、高知県人となった。2021年、一軍での出場が13試合に止まり、 11月2日に球団からコーチ1人を打診されていたが、現役続行を希望して退団した。しかし、12月11日に現役引退を決断したことが表明された。鶴岡の引退により、東京時代の日本ハムに在籍した野手が全員引退した。なお、NPB 以外で現役として残る選手は、四国アイランドリーグプラス。 愛媛マンダリンパイレーツでプレーしているショーダジュだけになった。献身的なプレーを心がけており、投手に気持ちよく投げさせることが、キャッチャーの一番の仕事だと、鶴岡はいい、生きた球を投手に投げてもらうために、投手の投げたい球を中心に配球し、ベテラン打者に対しては感性による読み合いを大事にしている。 投手の持ち味を生かした柔軟なリードと、インサイドアークに定評がある。特に、ダルビッシュ優との相性が良く、安定したリードを披露し、注目を集めた。肩は、スピードガンで、時速1 3 5トル前後と、決して強くないが、早球動作が速く安定したスローイングに定評がある。2010年、2014年は、トールイソシリリーグにと、 なったが2013年はリーグワーストを記録した。持ち前の当たり強さを生かしたブロックにも非常に定評があり、補給とブロックのどちらか一方を優先させるのではなく、バランスよく確実な補給とブロックの調和が取れる保守である。足が遅く、日本ハム時代には監督の梨田正隆から何度も話題にされた。日本人では、 数少ないウィルソンブランドのプロテクターとキャッチャーマスクを使用している。キャッチャーマスクの衝撃吸収スポンジにカーキ色の素材を使用したものを使っていた。愛称はツルちゃんなど。日本ハム時代は愛嬌のあるキャラクターで地元ファンの人気も高くチーム屈指のムードメーカーであった。前歯が出ており顔がガチャピンに似ていると言われることがある。 2011年2月のキャンプで初対面し、同年同月と2012年6月にガチャピンと鶴岡とのコラボレーション商品が発売された。三菱重工横浜時代に目標としていた選手は、古田敦也。2歳年下の弟の鶴岡和弘は、社会人野球選手で、ポジションも同じく保守。2020年時点では、 東方ガス公式野球部の選手兼任コーチを務めている。ありがとうございます。